ラケスは、プラトンの初期対話編の一つ、またその中の登場人物。副題は、勇気について。ペロポネソス戦争中のデリオンの戦いから間もない、時期のアテナイのとある体育場。老年のルシマコスとメレシアスは、青年となった息子たちの教育のため、彼らと助言役のラケス、ニキアスを引き連れて、ここを訪れ、重層不評の教師の模範演技を見学していた。 それを見終わった後、リュシマコスが、ことの権威を、ラケス、ニキアスに打ち明けるところから、話は始まる。たまたまそこに居合わせたソクラテスを巻き込みながら、彼らの教育問答は進行していく。本編は、初期対話編に品質する、論題に結論が出ず、行き詰まったまま問答が終わる、いわゆる、アポリア的対話編の一つ。息子たちの教育に悩むリュシマコスと、 メレシアスに相談され、若者の教育、そして勇気について、当時のアテナイを代表する将軍二人、好戦的なラケスと理智的、恩賢的なニキアスが、ソクラテスと問答を交わす。結局、勇気を突き止めることに失敗した三人だが、ソクラテスがリュシマコスとメレシアスの息子たちの教育の手助けをすることで合意して、話は終わる。原点には、 章の区分はないが、慣用的には31の章に分けられている。以下、それをもとに、各章の概要を記す。とある体育場で、重層不評教師の模範演技を見終わった後、リュシマコスは、ニキアス・トラケスに対して、自分とメレシアスは、息子たちをどう育てれば立派な人間になるか悩んで、いるので助言が欲しいと切り出す。リュシマコス、自分とメレシアスは、 父親は立派で若者たちにそのことを多く語ることはできるが自分たち自身については何も語れないほど自分たちは名もない存在であり息子たちにはそうなってほしくないので何を学ばせたらいいか試案中であると述べる。ニキアス・トラケスは相談に応じることを快諾する。そしてそこに合わせたソクラテスもそれに加わることになった。 リュシマコスはそこで初めて同じアロッペケク出身の友人、ソクラテスが青年たちの教育に熱心な人物であることを知らされる。ニキアスは最近自分の息子の音楽教師としてアガトクレスの弟子ダモンをソクラテスに紹介してもらったことを話す。リュシマコス、ソクラテスに対して自分はソクラテスの父親ソプロニスコスとも親友であったし、 助言できるのなら、ぜひお願いしたいと述べる。また、息子たちが家で、しょっちゅう、ソクラテスの名を出して褒めたたいていたが、それがソプロニスコスの息子であると知らなかったと述べる。ラケス、ソクラテスはつい先頃ともに従軍したデリオンの戦いでも勇敢だったと述べる。リュシマコスは、ソクラテスに対する賞賛を述べつつ、改めて教育問答を始める。まず、 今しがた見たような重層不平術を学ぶことは、青年たちの有益か否か問う。ソクラテス、自分は、他の二人よりも年が若く、この問題に不慣れなので、先に二人に話してもらい、それと違う考えがあったら付け加えると述べる。促されてニキアスが話を始める。ニキアスは、青年が重層不平術を学ぶことは、様々な面で有益であると述べる。 他の遊びにかまけることもなくなるし、体は強くなるし、馬術と並び自由市民が戦士として勝負する際の訓練にもなる。また、重装不平術を学ぶと、次に人形について学び、次に将軍の戦術についても学びたくなるといった具合に、他の立派なことも学びたくなる。さらに、重装不平術を身につけることは、戦場においてより大胆で勇敢になれる。 したがって、ぜひ学ばせるべきだと。ラケスは、重層不平術が懸念されているように学ぶに、値する術であるならば学んだ方がいいが、実際はそうであるか、怪しいと指摘する。その理由として、彼ら重層不平の教師たちは、戦争ことに関しては、最も熱心なメッカとも言えるラケダイモンを避け、他の国を転々としていると述べる。さらにラケスは、 彼ら重装不評教師と少なからず、戦場を共にしたが、未だかつて彼らの中で戦場で名を馳せた者は一人もいないと指摘する。また、今しがた目の前で模範演技を行ったステシレオスという教師も、ここでは威張ってはいるが、戦場で失態を演じた姿を目撃していると述べる。ラケス、したがって、重装不平実は学ぶ価値がないと述べる。ニキアストラケスの意見は、 我、リュジマコスは、ソクラテスに二人の意見のどちらに賛成票を入れるか、問う。ソクラテス、正しい判断は、多数決ではなく、知識によらなければならないと指摘。メレシアスが同意。ソクラテス、この場合、我々のうちで、誰が最も体育に精通しているか調べなければ、ならないが、その前に、その事柄が一体何であって、 なぜ我々がその教師を探しているのかを考えなければならないと指摘する。メレシアスはどういうことか問う。ソクラテス、我々はそもそも一体何の問題について審議しているのかについて同意していなかったと指摘。重層不平術についてではなかったのかと問うニキアスに対し、ソクラテスはその本来の目的、ここで言えば若者たちの魂のための学び事について我々は 調べているのであって、その、魂の世話に関する技術に、我々のうち、誰が精通しているのか調べる必要があると述べる。ラケスは同意する。ソクラテス、魂の世話に関する技術に関して、自分には未だかつて先生はいなかったし、また、自分でその術を見つけ出すことも、今なおできずにいると述べる。さらに、ラケスとニキアスの二人は、こうして、 若者の従事すべき事柄に意見を述べている以上は、そのことについての力を持っているのだろうから、リュシマコスは彼らに、そのことについての先生は、誰だったのか、あるいは、自分で見つけ出したというなら、その実績を述べてもらうよう問うことを催促する。リュシマコスは、ラケスとニキアスに対し、今ソクラテスが言ったことに答えるかどうかは、二人に、任せると述べる。ニキアスは、 ジュシマコスが、ソクラテスの性格をよく知らないと指摘する。ニキアス、ソクラテスと話をすると、その言葉に引っ張り回され、現在の自分の生き方、これまでの人生も言わされる羽目になり、その言葉をソクラテスが、きちんと吟味し終わるまで話してくれないと述べる。また、自分は、ソクラテスと馴染みなので、こうなることはわかっていたし、それを楽しんでもいるので、 ソクラテスが要望するように話しても構わないが、ラケスはどうなのか聞いてほしいという。ラケスは、自分は、ドリア朝の音楽のごとき、優れた人間たちの調和した話を聞くのが好きであり、ソクラテスの話は聞いたことがないが、戦場で見た彼の姿は、立派だったので、彼の話にも付き合うと述べる。リュシマコスはソクラテスに話を進行してもらうよう頼む。 ソクラテス、先ほどは各自が教わった先生は誰か他者を良くした実績はどうだったか述べることを提案したが、それよりもちょうど視力が目に生じることで目をより良いものにする場合の視力の如く、それがあることでそのものをより善気者にするものについてのより根本的な話をしたいと言い出す。ソクラテス、この場合、徳が彼らの息子たちの魂に生じて、 魂をより良くすることについて相談されているのだから、徳とは一体何であるかをまず我々は知っている。必要があると述べる。ラケスも同意する。ソクラテス、そこでまずは、徳全体を調べるという大仕事をするのではなく、徳の一部分、この場合、重層不平術が関係している、勇気について調べていこうと提案する。勇気についての問答ラケスは、 戦列に踏みとどまって敵を防ぎ逃げようとしないことが勇気だと述べる。ソクラテス、スキュティア人の騎馬兵は逃げながら戦うこともあるし、ホメロスはイーリアスでアイネイアスの戦車を引く馬が逃げる様を称えていることを指摘。ラケス、ホメロスは戦車の場合について述べており、スキュティア人は騎馬兵なのだからここで自分が話している。 重層不評の場合とは違うと述べる。ソクラテス、ラケダイモンの重層不評がペルシアに、プラタイアイの戦いで勝利した際には、一旦逃走したことを指摘。ラケスも認める。ソクラテス、自分の質問が悪かったと述べる。自分が聞きたかったのは、そうした個別具体的な話ではなく、あらゆる種類の戦い、さらには、あらゆる営みに共通して当てはまる、勇気。 勇敢であると。ラケスはよく理解できない。ソクラテス、例えば、迅速であれば、走る場合も、来たらを引く場合も、喋る場合も、理解する場合も、その他様々な行為の中にもそれは潜在しているし、我々はそれを短い時間に多くのことを仕上げる能力と表現することができると述べる。ラケスも同意する。ソクラテス、勇気についても、 このように述べて欲しいという。それを受けてラケスは勇気とは魂の一種の忍耐強さであると述べる。ソクラテスは全ての忍耐心が勇気であるとはラケスも考えていないだろうと指摘する。勇気を美しいものだとラケスは考えているだろうし、資料ある忍耐心は美しいが、無資料な忍耐心は美しくないので、ラケスは資料ある忍耐心こそが、 勇気であると主張しているのだろうと指摘する。ラケスも認める。ソクラテス、それでは何について資料がある忍耐心が勇気であるかを考察する。利益を得ようと辛抱強く資料深く出資しているもの飲み食いするものを求める肺炎の患者に対して拒否し続ける医者などは勇気があるとは言わない。それでは戦場において有利な情勢を知りつつ辛抱強く戦おうとしている。 ものと反対陣営で不利な情勢にもかかわらず、辛抱しているものの場合はどうか、ソクラテスが問う。ラケスは、後者の方が、勇気を持っているように思うと述べる。ソクラテス、しかし、後者の方は、より、無視料であると指摘する。ラケスも認める。その他、いくつかの例を出しながら、ソクラテスは、自分たちが、無視料な危険を犯す我慢強さを、 勇気と呼んでしまっていることを指摘、ここまでの議論が失敗したことを述べる。ラケスも認める。ソクラティスとラケスは、辛抱強く議論、探求を続けていくことを確認。ニキアスも議論に加えることにする。ニキアスは、恐ろしいものと恐ろしくないものを見分ける知識が勇気であるという。ラケスは、知識と勇気は別物だと反発する。ニキアスは、ラケスが、 自分の議論が失敗したものだから私の議論を失敗させようとしていると対抗する。ラケス、実際ニキアスは無意味なことを言っていると述べる。病気のことで恐ろしいものを知っている医者や農業のことで恐ろしいものを知っている農夫、その他様々な技術分野で恐ろしいものを知っている人々を勇者とは呼ばないと指摘する。ニキアス、それぞれの技術者は その技術の対象を見分けることができるだけであって、恐ろしいものと恐ろしくないものを見分けることができるわけではないと述べる。ラケス・ニキアスは、占い師を勇者とでも呼ぶつもりかと反発する。ニキアス・占い師も、また予言ができるだけであって、恐ろしいものと恐ろしくないものを見分けることはできないと指摘する。ラケス・ニキアスは、自分が言う勇者を明示もせず、 言い逃れをしているだけだと反発。ソクラテスと交代する。ソクラテスが真意を問うと、ニキアスは、自分は、無知であるがゆえに恐ろしいものを恐れないものを、勇者とは呼ばず、恐れ知らずの愚か者と呼ぶのであり、恐れを知らないことと、勇気があることは異なる。そして、向こう見ず、恐れ知らずは、多くの人が持っているが、勇気や、先量は、 ごく一部の人しか持っていないという考えを述べる。ソクラテスは、ニキアスの、こうした考えは、ソフィストであるプロディコスにも教えを受けた、ダモンから得たものだろうと推察しつつ、話を続ける。ソクラテス、ニキアスの言う、恐ろしいものとは、未来に予期される、悪いもので、恐ろしくないものとは、未来に予期される、悪くないもの、善ものということでいいか問う。ニキアス同意する。 ソクラテス、それらを知っていることが勇気ということでいいか問う。ニキアス同意する。ソクラテス、知識、技術は対象が過去のものであれ、現在のものであれ、未来のものであれ、一つの統一されたものとしてあると指摘。対象の時に関係なく、技術が、農作術が、将軍術が、法律が、そうであるように、ニキアス同意する。ソクラテス、それでは、 ニキアスの恐ろしいものと恐ろしくないものを見分ける知識が勇気であるという定義は対象を未来に限定している以上狭すぎると指摘。ニキアス同意する。ソクラテス、それではニキアスは勇気の3分の1のべたに過ぎず、また先の議論に従えば過去、現在、未来も含む善、悪を見分ける知識が勇気ということになると指摘。ニキアス同意する。 ソクラテス、そうなると、それは、もはや、徳そのものとも言えるものであり、勇気を、徳の一部分とした先の合意と矛盾することになり、今回の、勇気の探求も失敗したことになると指摘。ニキアス認める。ラケス、ニキアスを、皮肉交じりに嘲笑する。ニキアス、ラケスの態度を批判し、自分は後ほどダモン等と議論の内容を検討して、正したいし、 それが確かなものになったら、ラケスにも教えてあげようとやり返す。ラケス、リュシマコスとメレシアスは、青年たちの教に関して、自分たちよりもソクラテスに任せることを提案する。ニキアスも賛成する。リュシマコスも賛成して、ソクラテスに頼む。ソクラテス、人が優れた人間になろうとしているのを助けない、わけにはいかないと要請を受け入れる。ただし、 先の議論の行き詰まりから、自分たちは、誰が優れているわけでもなく皆同じだということを指摘しつつ、息子たちだけではなく、自分たちも現状に満足せず、皆で優れた先生を探して、学ぼうと提案する。リュシマコスも賛成し、自分も息子たちと一緒に学ぶと述べる。また、この話の続きをするために、ソクラテスには、明日の朝早く自分の家に来てほしいと要請する。 ソクラテスは同意する。それが神のおぼしめしであるならば。本編では、勇気という概念の明確化をめぐって、高戦的な将軍ラケスと恩恵派ニキアスを相手に、ソクラテスによる必要な追求、問答が繰り広げられる。作中、勇気の定義として、等が提示されるが、ソクラテスの必要な追求によって、ことごとく提示された、諸定義の欠陥があらわにされ、 堂々巡り行き詰まりに陥ってしまう。また本編では勇気を特の一部と規定して議論を始めるが、それを探求する過程で善悪を見分ける知識としての特そのものにまで訴求してしまうことになった。これと似た概念のその根源への拡張、訴求の構図は同時期の作品としてはを追求した結果第一の根源的な善まで訴求してしまった。 流出の議論などにも見られる。ありがとうございます。